庭秀樹12月20日台は、日本の政治家、文部科学副大臣兼内閣府副大臣、自由民主党所属の衆議院議員、自民党広報副本部長、広報戦略局長、文部科学副大臣、内閣府副大臣、文部科学大臣政務官、衆議院厚生労働委員長、自民党副幹事長を歴任した、父方の祖父は、 元労働大臣の庭平介。母方の祖父は、元衆議院議員の安藤光三。父方の王子に、元衆議院議員の庭久志将。親戚に、元千田市長の安藤義春、アーク証券会長の安藤達彦がいる。愛知県カスガイ市生まれ。1991年、東海高等学校を卒業し、玉川大学文学部に入学。高校大学時代、 父親の庭高光と祖母の庭由里子は二度の衆院選で公選法違反で逮捕され有罪判決を受けている。一度目は1990年の総選挙で二人は庭平介のために総額500万円の買収申し込みを春日ガ市議、県議、春日ガ市長らに対し行った。二度目は1993年の総選挙で即位の例の特赦により 公民権を回復した高光自身が立候補。高光は後演会幹部ら運動員計15人に総額2550万円を渡し、祖母のゆり子は後演会役員4人に総額1000万円を渡した。校舎の選挙による逮捕者は計29人に上がった。1995年、玉川大学文学部卒業。アーク証券勤務を経て、 自由民主党衆議院議員、高村雅彦の秘書を務めた。祖父の庭平介は、初当選の1955年以降、地盤のないカスガイ氏で一人一人にきめ細かく接し、巨大集票組織として、知れ渡った講演会、28回を作り上げた。しかし前日のように二度に及ぶ選挙違反で、庭ファミリーの陣営は崩壊。 1994年に制定された小選挙区制度により、春日市は小牧市、西春日郡7町と共に愛知6区を構成することとなったが、1996年10月の総選挙で自民党は春日井市議会議員の伊藤正人を擁立した。伊藤は時点で落選し、2000年の総選挙では自民党は公認候補を立てられずに終わる。2003年、 庭秀樹はついに衆院選立候補の意向を固めた。ところが自民党カスガイ市支部では元衆議院議員秘書の長谷川達也から公認申請を受けており内部の意見はなかなかまとまらなかった。同年8月19日、党愛知県連は犬山市長の石田義博に立候補を要請。9月1日に石田が市長の後継者が見つからない段階で出馬は 難しいと、断りの返答をすると、党県連は9月27日、春日ガ市支部が決定した統一候補を公認候補として、党本部に推薦することを決めた。愛知6区の他の小牧市、犬山市の両支部も春日ガ市支部決定の候補を全面的に応援することに同意。これを受けて、カスガ市支部は9月28日に緊急役員会を開き、庭を 統一候補に選んだ。10月9日、自民党本部は庭の公認を決定。10月21日、自民党県連は長谷川を比例単独とする方針を固めた。同年10月27日、自民党、公明党、保守新党の連立与党3党は名古屋市内のホテルで合同選対会議を開き、3党間の選挙協力を確認した。しかし、 愛知6区では、庭と愛知4区から国外した、保守新党の現職の三沢厚氏の調整がつかず、分裂選挙となった。自民党は、三沢に与党空白区である愛知11区へ移ることを働きかけるが走行せず、県連幹部は、保守新党という小さな政党に、9区と10区の2つも譲ったのに、見返りがないと強い不満を漏らした。公明党は、 片方だけをやることはできないと政官を決め込んだ。11月9日、第43回衆議院議員総選挙執行。民主党現職の前田祐吉が再選を果たした。庭は、時点で落選し、比例復活も叶なわなかった。三沢も落選。比例東海ブロック単独32位で立候補した、長谷川も落選した。2017年8月7日撮影。 一番左下の人物が2は、2005年の第44回衆議院議員総選挙で前田を破り初当選した。総選挙後、2005年初当選の新人議員で結成された83回に所属。2009年の第45回衆議院議員総選挙では民主党公認で元犬山市長の石田義弘に6万病町の大差で破れ、比例復活もならず落選。 2011年、石田の議員辞職に伴う愛知ッ区補欠選挙に、自民党公認で立候補し、減税日本の候補者ら新人4人を退け当選。国政に復帰。2012年12月16日の、第46回衆議院議員総選挙では、愛知ッ区で参戦。選挙の結果を受けて成立した第2次、安倍内閣で、文部科学大臣政務官に就任。 2013年9月30日、政務官を退任し、自民党副幹事長に就任。2014年9月3日、第2次、安倍改造内閣で、文部科学副大臣に就任。同年12月14日の、第47回衆議院議員総選挙では、愛知6区で4選。2015年6月25日、平成32年東京オリンピック競技大会。 東京パラリンピック競技大会特別措置法施行を受けて内閣府副大臣に任命された。2016年9月、衆議院厚生労働委員長に就任。2017年8月7日、第3次安倍第3次改造内閣で、再び文部科学副大臣に就任。同年10月22日の第48回衆議院議員総選挙で合戦。2019年10月、 自民党広報副本部長、広報戦略局長に就任。2021年2月1日、不祥事により辞任した田野来多道の公認として、文部科学副大臣兼内閣府副大臣に就任した。ありがとうございます。